日立国画の遺構が発掘された石岡市立石岡小学校の校庭日立国府跡は茨城県石岡市にある立領政家の地方行政機関の施設跡日立国の国府の遺構にあたる国の史跡に指定されている日立国府跡日石岡市中心部石岡第一条に位置する日立国の国府の遺構であるこの国府は 初代日立国司のくだら応援だからの頃に計画が始まり、九代目のくだら慶福、服、十代目の最近今、盲人の頃までには完成したと推測されている。国府内では国画を生誕に配置して、情報性が敷かれ、北に日立国分寺や日立国部天寺、南に僧者が配置された。国画は片二丁で内部に国庁を置き、周囲にはドルイート堀が巡らされ、 東西南北には門が設けられたとされる。また、国府の周囲は北を、国分寺教会、南を、ビンズルタニツ、東を三大川定地、西を、濃い、瀬川定地で限ったと推測され、周囲に土塁が、東西南北には門が設けられたとされる。なお、国分アマデラ跡のさらに北方には、関連遺跡として、工房跡とみられる、鹿の子遺跡が確認されている。 記録の上では、平安時代中期の和明章において、日立国国不在茨城郡皇帝上30日、下15日と記されている。天行2年には、平野正門によって焼かれている。また、炎王元年の日立国留守職だしぶみでは、国国府西戸の本畑の記載が、昭安2年の日立国朝鮮には、留守所見立ち後南半分の記載が見えることから、 中世の国府は古代とは別の位置、形態であったとされる。国府の中枢を成す国画の遺構は、石岡市立石岡小学校の校庭において発見された。同地が国画跡と,と認識されるに至ったのは、昭和45年の石岡小学校の建て替えに伴う発掘調査で大型建物が発見された時になる。平成10年には小学校の施設建設に伴う、 調査がなされたが、大型建物が検出されたことから当地での建設は中止され、移行は保存された。そして、平成13年から平成19年にかけて本格的な調査が実施され、国画の詳細が明らかとなった。発掘調査からは7世紀末から11世紀までの施設の変遷が明らかとなっており、国画の誕生から衰退までが通して確認可能な内跡になる。 これらの遺構は平成22年に国の史跡に指定された。現在は石岡小学校校庭の地下に保存された状態で、史跡整備等はなされていない。石岡小学校敷地における国画の発掘調査では、7世紀末から11世紀までの建物の変遷が確認されているが、その中で大きく分けて5回の建て替えがあったとされる。最初の七世紀末の混流では、 国町の正殿として、桁行六県の三社の東に日差しを有する南北東が、さらに脇殿として東西棟、前殿として南北東が配置されていた。その後、発生域前半の建て替えにおいて、建物の配置は大きく変化する。一辺0メートルの領域が国町として区画されて、塀で囲まれ、 そのうちに正殿として、東西棟、脇殿として、南北東が、この字の形に配置された。この時期の正殿は、桁雪六軒、両行三軒の三社の南に日差しを有する建物で、脇殿はその南寄りに、南北東二棟が並んでいた。八世紀中頃から九世紀後半の間は、建物配置に変化はないものの、正殿は、桁雪七間と大型化し、 さらに、老角建物や前田等の建物が新たに配置された。また、この時期になると一部の建物には、礎石が使用されるようになるほか、区画西側に造紙として掘った手柱建物の、東西棟3棟の造営が確認される。これらのうち、特に北側の建物は、池田行き11軒、両行2軒の御社に、南北尾差を持つ、有する大規模なもので。 国庁聖殿の規模を大きく上回っていた。10世紀以降には、塀で囲まれた区画はなくなり、それまでの聖殿中軸線を踏襲する位置には、掘った手柱建物の東西旨が存在した。出土遺物としては、国分寺、国分寺出土と同伴になるの木瓦や、線のほか、国の牧署名を有する土器延面硯等がある。ありがとうございます。